どうも、たたき出しでございます。さあ、今回は、アルティメットルミナス、初代ウルトラマンに焦点を当てて、じゃーんと、いろんな、ウルトラマンのアルティメットルミナスで遊んでいこうと思います。アルティメットルミナスウルトラマンはここから始まったということで、まずはウルトラマン B タイプスペシウム光線バージョンでございます。一発目のね、皮切りをね、B タイプを持ってきたっちゅうのはね、ルミナスさん分かっちゃう本当に素晴らしい。やっぱね、初代マンをね、もう持ってくるのはもう必然ですよ。なんだけど、そこで、まあ A なのか B なのか C なのかってなった時、やっぱり C なんです。やっぱ C が一番、みんなが思うウルトラマンのやっぱイメージの中は C がやっぱ一番さ、ね、イメージの中にあるからさ、C なんですよ。だから C 持ってくるのは当然なんですよ。だから、そこでまあとやかく言うのもね、なんか野暮と思うんですけど、B 持ってきたんですよ、ここで。一段で。もうすごいよね。第一段、これ正確に言うとこれね、再販版なんですよ。覗き穴のね、書き方がね、やっぱりちょっと難しくてですね、ちょっとなんかノリがついちゃったみたいな雰囲気だったんで、まあ消したんですけど、そっちも。再販になってからですね、覗き穴の書き方が変わりまして、これはいじってなかったはずです。まあ、実際本編の B タイプの覗き穴かと言われると、またちょっと難しいところはあるんですけれども、まだこっちの方が全然ね、いいですよね。いや、でね、造形がね、本当にね、素晴らしいの。B タイプはさ、B タイプ僕、一番好きなのかなってね、自問自答してるんだけど、B タイプのさ、やっぱこのね、シュッとしていて、そのやっぱその戦闘的な鋭利なね、造形がね、本当にかっこよくて、しかも、古谷さんの、このシュッとしたね、人間離れした、その体格と、ウルトラマン B タイプの全体的にこう、シュッとした、尖ったようなデザインの、この親和性が本当に高くてね、まあ、美しくて、まあ、かっこいいんですよ。もう、それをね、この造形師さんのね、関健二さんがもう、バッチリとね、もう再現していて、すごくかっこいい。本当にかっこいい。つま先の尖り方とかね。あとは、ちょっとこう、あまりこう、ガッと、ダイナミックなポーズをあまりこう、つけていないのが、まあ一つポイントだったりとかもしますけれども、スペシウム光線の構えとかもね、いいよね。このね、手の反ってる感じとかね。とってもね、美しいですよ。かっこいいですよ。もう本当に古谷さんだからこそできる、このね、スペシウムの構えなんですよね。見てください。この真正面から見た時のこの、スペシウムのさ、綺麗さよ。ねえ。こんなに綺麗なスペシウム光線を構えられるのは、世界広しといえど、古谷さんだけなんじゃないかと。ねえ、言っても過言ではないぐらいに、まあ、とにかくね、その古谷さんの、やっぱスペシウム光線は、抜群にね、かっこいいんですよね。ただやっぱ顔の造形がやっぱ僕は大好きですね。本当に顔の造形が大好きですよ。まあ他にもこういろいろね、まあ入れるところもあるんですけど、あんまり長くなっちゃうんでね。まあこれぐらいにしときますよ。でですよ、でですよ、先日発売されました、アルティメットルミナスの第19弾、1弾から19弾、苦節8年ですか。8年 !8 年の時を超えて、ウルトラマン B タイプがファイティングポーズバージョンとしてリニューアルしたわけですね。いや、素晴らしいです。そうですね。まあ、怪獣殿下の、まあ、ゴモラ戦を彷彿とするような、今度はダイナミックなポージングで、力強いポージングで、ウルトラマン B タイプが立体化されたわけですけれども、もう、かっこいい。もう、かっこいい。ちょっと、もうテーブルの上がウルトラマンまみれ。ああ、幸せ。ああ、幸せ。いや、でもやっぱね、造形レベルがね、造形っていうか、なんでしょうかね。そのやっぱルミナスの技術自体が、多分生産的な技術自体が上がっていて、すごくね、造形をパリッと、ほんとパリッとしたような、造形で、発売できるようになったんだと思うんですよ。正直言うて、とても第1弾に発売した、まあ、ウルトラマン、まあ、正確に言うと再販版なんですけども、すごく造形いいです。とってももう文句の付けどころがないぐらい、とってもね、リアルに再現されてますよ。なんですけれども、まあ、今回新たに発売されたウルトラマンの B タイプの方が、より造形のメリハリがパリッとするというか、口元の造形とか、
頬のラインなんかもすごくくっきりと出ていて、まあ、画像で言うとこのぼやけがないみたいな、そんな雰囲気ですかね。多少ね、ほんのちょっとね、ぼやってなってるよ。まあ、すげえ出来いいけどな。すごく出来がいいけどな。うん、なんだけどやっぱそのパリッと加減がですね、すごく出ていて、もう画像のぼやけがないと言いましょうか。もうそれぐらいですね、くっきりとしたウルトラマンの B タイプが表現できているというところで、とてもね、素晴らしいです。あと、銀色の質感がかなり変わってるかなっていうところはあるんですけれども、そうですね、やっぱ個人的には19段の銀色の方が、より、リアルというか、まあ、輝き具合もありつつ、ただ輝きすぎない、ギラギラすぎないっていうところで、まあ、19段の方が、まあ、銀色の質感的にもかなり、僕は好きかなっていう感じがしますけれども、いや本当にどちらも出来がいい。造形の出来がいい。まあ、そういったところで、まあ、技術面含め、いろいろな進化を感じますけれども、いや、素晴らしいですね。まずね、B タイプを第一弾持ってきたってところ、僕は大好きですね。はい。続きまして、C タイプ。はい。まあ、まさにね、もうこれは、もうみんなが思うウルトラマンの形ですよね。はい。もうまさしくです。やっぱこれのね、やっぱ何が言ってるとか、やっぱアルカイックスマイルがもうグッと出ているところですよね。すごくね、口が広がっていて。いやー、でもやっぱこの構えはやっぱ、僕は、ウーの回を思い出しますね。ウーの回のウルトラマンかっこいいんだ。あー。で、そこからですよ。スペシウム光線バージョンも、まあ、後日発売になったわけなんですけれども、そうですね。こちらもやっぱシルバーの質感が、先ほどの、ファイティングポーズバージョンは結構グレーだったんですけど、かなり、シルバー色が強くなりまして、色合いもすごく綺麗だなーっていう風に思いますね。あとやっぱこのね、スペシウム光線ですよね。先ほど言った通り、このスペシウム光線ですけれども、この反りが分かっていただけますかね。この反りですよね。はい。これなんですよ。この反りなんですよ。これが素晴らしいですね。C タイプは力強さがあってかっこいいね。かっこいいっていう、もう言葉、まさに似合うヒーローですよ。かっこいい。やっぱ、この辺パッドが入ってるんですよね。この胸のところとか、肩のところとか。結構パッドが入ってるので、この辺本当に力強いのと、あまりこうダボット感がね、あまり感じないのも、いい造形のポイントですよね。かっこいいですよね。はい。うわ、この角度のスペシウム、えらいかっこいいですね。えらいかっこいいですね。ぐいーっと、もう素晴らしいです。はい、もう素晴らしいとしか言いようがないです。はい。背中もかっこいいね。背中もかっこいい。まあ、そこからの、まあ、原点に戻りまして、はい、こちらですよ。ウルトラマン A タイプでございます。かー、一周回ってこの A タイプがまたかっこいいんだ。なんでしょうね。A タイプって、結構やっぱ不気味な顔つきしてるじゃないですか。あとでこのウルトラマンのマスクが、まあ、ラテックス素材だっていうところで、まあ、結構顔が、シワが寄ってるんですよね。これがやっぱ A タイプの魅力的なお顔だと思うんですけど。別に幼少期から A タイプのこと嫌いではなかったんですけど、ただまだ良さを見出しきれてなかった。年々やっぱこう歳を取るにつれて、そしてウルトラマンを何度も見るにつれて、A タイプこんなにかっこよかったっけ？待って、A タイプすごいかっこいい。どんどんこう。感情が大きくなっていて。B タイプ、C タイプになってくると、先ほども言った通り、そのパッドが入ってくるというか、造形、その胸とか肩とか、まあ、こういった部分に筋肉質な造形になってくるんですよ。なんだけど、A タイプに関してはそういうのがもう一さらないので、もうまさしく古谷さんのこの美しいボディがそのまんま出るんですよね。これがね、とても美しいし、とてもかっこいいし、胸の造形なんかね、かなりね、ストンとね、してるんですよね。平たいんですよ。平たいんです。ストンとしてる。これも魅力的。だし。腕の角度がすっごい古谷さん。まあ、B タイプの時もなんか言ったと思うんだけど、こっちの右腕の角度がすっごいやっぱ古谷さんのウルトラマンの構え方なんですよね。うわ、石坂浩二さんのナレーション聞こえてくるわ。
A タイプもスペシウム光線バージョンが発売されたわけですけれども、こちらの A タイプのスペシウム光線はカラータイマーが赤なんですよね。他のウルトラマンはね、全部ね、青なんですよ。なんだけど、A タイプのスペシウムだけ赤なんですよ。並べた時に若干ね、A タイプだけ赤なのが若干かわいそうな感じはあるんですけど、でもやっぱ赤のね、やっぱカラータイマーが点滅して、まずい、ウルトラマンがやられちゃうと。ウルトラマンは3分しか戦えないんだっていうところで、やっぱ最後にスペシウムボスでバー決めて、やった、ウルトラマンが勝ったと。やっぱ喜ぶわけじゃないですか。やっぱその緊迫感っていうのを演出する、その場面を思い返すっていうなった時に、やっぱり赤いカラータイマーの方が興奮しますよね。だからやっぱフィギュアとしては赤いカラータイマーの方が僕はやっぱ正解だと思うし、赤いカラータイマーの方が嬉しいなっていうのはありますね。いや、A タイプ、僕ね、ミロガンダがね、好きなんですよ、ミロガンダが。あの回はさ、夜じゃないですか。やっぱ時計台があってみたいな。ミロガンダとウルトラマンが睨み合うみたいな。あれがかっこいいんすよね。だからそういう意味でちょっと、まあ、A タイプ、そうだね、ミロガンダの回が僕は戦闘バトルシーンだと好きかなぁ。ウルトラマンは栄養価が高い。栄養価が高い。本当に。素晴らしい。そしてね、A タイプはね、こんなのも発売したんですよね。じゃーんと。こちらは何が違うかというと、スチールカラーバージョンみたいなところで、赤がですね、朱色なんですよね。やっぱ結構ね、ウルトラマンの赤は朱色だよねって結構言ってる人も多くて。まあ確かに、本とか、まあ雑誌とか、そういうのを見たときに、赤々しい赤かというと、こういった朱色っぽい赤で、まあ、掲載されることの方が多いですよね。まあ、実際、この色って難しいじゃない。実際のスーツの色の赤と、それをカメラに映した時の赤と、それが印刷されて出力された時の赤と。やっぱそれでだいぶ色味がガラリって変わってくるから、みんなの思うウルトラマンの赤って結構ね、ガラリって変わると思うんだけど、多くの人がこっちの赤の方が印象深いですよね。うーわー、朱色の方がよりスチール感が出ますね。スチール写真感がより出るかな。いや、造形は一緒ですけどね。いろんなバリエーションで出してくれると楽しくなっちゃいますよね。はーい。そして ABC で並べてみたお写真がこちらとなります。いかがでしょうか？いやー、これはもうたまりませんね。まあ、僕が好きな A タイプのバトルシーンは、先ほど言った通りミロガンダだし、B タイプは、ダダかなー。人間標本かなー。C タイプは、ごめんなさい、圧倒的に来たのは誰だ？ケロニアの回です。ですかね。どの回もね、めっちゃかっこいいんだけど、一つを挙げるならば、僕は A タイプはミロガンダの秘密と、B タイプは人間標本、ダダ、C タイプはケロニアです。その回がベストオブバトルシーンです。古谷さんじゃないウルトラマンっていうところで、まあ、こういった悪いウルトラマン、偽ウルトラマンだとかいたりね。まあ、これはこの間ね、紹介したばっかりなので、まあ、さっくりと、鋭利に尖ったウルトラマンとは似ても似つかないのかな？いや、でもウルトラマンを模した巨人が登場というところで興奮しました。偽ウルトラマン。なんてのもいるし、ヒッポリト星人にブロンズ化されてしまったウルトラマンっていうところで、こういったね、ウルトラマンもね、立体化されたわけですよ。いやー、これのね、何がすごいってことってね、唯一、昭和ウルトラ2期のウルトラマンが立体化されたとこなんですよ。2期のウルトラマンもっと商品化してもいいねーって僕はちょっと思ってますよ。なかなかね、難しそうですけれども、すごくニッチだしね、欲しがる人もあんまりいないかもしれないけど、やっぱりウルトラマンエースに出てきた、チャックが見えてる。しかもスペシウム光線が逆になってるね、ウルトラマンだとか、黄色い目のウルトラマン。まあ、ウルトラマンレオあたりに出てきたね、黄色い目のウルトラマンっていうのもありだと思うし、あとは、まあ、ウルトラマン怪獣大決戦ですよね。あそこに出てきたウルトラマン、立体化するとかでもありですし、1966年に活躍したあのウルトラマンではなく、昭和2期だとか、別の変わり種初代ウルトラマン
もうアルティメットルミナスで出してくれても全然いいというか、もう出してほしいなってね、すごくね、思いますよね。あとはね、シン・ウルトラマンですよね。まあ、いろいろな、様々なウルトラマンがね、こうやって立体化されたわけですよね。はい、ということで、今回は、アルティメット・ルミナス・ウルトラマン、こちらをですね、一気に並べて遊んでみました。こんなにね、クオリティの高いウルトラマンのフィギュアが、カプセルトイで、500円で、まあ、ルミナスユニットも入れたら実は1000円ですけど。いや、こんなね、安価なね、価格でね、手に入るっていうのがね、凄まじいですよ。A タイプ、B タイプ、C タイプが、この小ささで、カプセルトイで、揃ってしまうと。しかもスペシウムと、ねえ、ファイティングポーズと、まあ、それぞれね、ちゃんと全部ね、綺麗に揃ったっていうのがね、気持ちがいいよね。本当にこれは気持ちがいいです。だからね、次は、まあ、八崎降臨とかでもいいかもしれないですけどね。やっぱりね、先ほど言った通り、次は、昭和日記とか、立体化されたらいいだなんて、オタクの盲言を発したところで終わりたいと思います。いやー、やっぱりウルトラマンは最高ですね。初代ウルトラマンは最高です。ありがとうございます。以上、ドラキュラスでした。それでは、バイバイ。